既定罪という言葉を初めて耳にしましたが、この議法書からでした。なかなか既定罪という訳はぴったりしていると思います。そしてこの議法書に基づき最初は作り始めてまして、その後私はドイツの画材を輸入しているということもあって、このマックス・デルナの絵画材料とその絵における使用法という本が手に入りまして、先ほどの議法書と大きな違いは処方箋の内容が、こちらは容積比で、先ほどの異彩画の技術は重量比ということでして、ただ私は現在は容積比の方を重視しております。なお日本語版として技術体系という名でビーズ出版から出しております。これは米語版で、どちらかというと元の原書版に近いです。というのは、今のドイツ語版の監修者が画材メーカーショーエンフェルド、通称ルーカスに勤めていることもあって、本当にエコひいき、こういうことはしてもらいたくないです。この本はデルナの基本書を読むにあたって私としては役に立った、絵画の技術と制作材料という私が持っている技法書の中で一番重い本です。気に入っているのは、ご覧のように写真等が先に紹介した技法書と違い多い点です。この先私の既定罪の技法書紹介いたしますが、これらの写真等はいろいろと私に役に立ちました。やはり文章だけで想像することは難しいことですから。この本は1977年に印刷され、その間プリントアウトで76年に再版されまして、ただ内容は写真等がなく少しボリュームに欠けておりました。この本は板と朝画布を元にした絵画という修復の技法書で、既定罪を学ぶ上でも利用価値のあるものです。これはクレードル格子張りです。これはラファエルのロレットのマドンナです。クレードルは18世紀ヨーロッパに派生し、主に修復後につけておりますが、ただクレードルは未だに是非論があり、悪くすると板を傷め、いや絵画を悪くいたします。この板がもう額と付随しておりますが、このリーフリンクの卓形の図も下から大きなひび割りをしております。これは修復後、つまり全面写し替え後、オリジナルの板を薄い板にし、それを木に貼り、そのこの板が虫食いに遭いまして、またオリジナルの板の方も大きな損傷を起こしております。これは先ほどから紹介しました絵画の断面図で、支持面として板が使われ、保護層としてニカワ層、地塗り層、そして絵の具層、絵の具層はテンペラなのがこの時代使われ、最後にニスが塗られておきました。これはキャンバス地の断面で、支持面として朝画布、その上に保護層、地塗り層、絵の具層、ニス層と続いております。そしてこれから各断面ずつ説明していきます。支持面の種類として、木は7世紀より遺恨画によって利用され、もちろん現在も使っていますが、木の種類は多いのですが、利用できるものは複数率が低く、そして新材と偏材、つまり赤みと白田の差が見分けにくいもの、そしてできるだけ銅管が小さいものを選ぶように、西洋ではこのような多く樫、ポプラが使われてきました。これは木を横にカットした図です。木の割り吹き方によって反りが生じますが、これはいわゆる柾目、最もいい製材方法です。その柾目から横に反れますと、このような反りが生じます。同じ柾目でも新材と偏材が混ざり合いますと、このように縮みが生じます。柾目でない木を組み合わすと、このような木の反りが生じます。ですから木の組み合わせは最初に注意深くする必要があります。もしこのような状態のものにクレードルをつけますと、反りだけなく割れも生じます。この図のように木をロール状に薄く剥ぐようにして作ったものが合板になります。これはシナ合板で、表面にシナを貼っております。ハードボードは紙を圧縮したもので、これは表面でして、その他、これは 裏面、その他紙によっていろいろな種類のハードボードがあります。これはチップスボードといいまして、木のおがくずを圧縮したものです。これはそのおがくずの細かいものから作ったチップスボードです。スレート板も昔から既定材として使われております。ただこの場合のスレートは昔のものと意味合いが違っておりますが、銅板は油性地の字をしてものが昔から使われておりまして、アルミはその銅板の代用品として使っています。
朝は1500年頃イタリアから始まりまして、16世紀になって活発に使われ出してたキャンバス地の地面です。今まで紹介した朝画布は平織りで、縦横方向とも均等に張れるのが大きな特徴です。これは総糸といって、総糸と同じ太さの糸を平織りにするより凸凹が少なくて済みます。木綿は麻の代用として使えますが、麻のような利点はございません。合成繊維は主にビニロンが使われておりまして、直接アクリルの地塗りができます。これは国産の船岡の見本帳ですが、このようにいろいろな麻の種類や木綿や合成繊維の見本帳が載っておりますので、実物を見ていただければいいと思います。これはヨーロッパのキャンバスメーカーの見本帳で、極細から細め、中め、粗め、そして極粗め、その後合成繊維や木綿のキャンバスが載っております。和紙は日本画用の麻紙、そしてこの雁皮紙はこの後のビデオで紹介します。これから木枠に麻画布を貼る方法です。このように木枠を組み立てておりますが、その時にこの木槌のようなもので組み立てますと木枠に跡形が残りません。コーナーが直角になっていることをこのように確かめてから、それから麻画布を貼っていきます。ただいまこれ私が貼っておるところでございますが、失敗いたしました。次、また失敗いたしました。そして今やっと貼れました。これを4辺しまして、そしてコーナーの部分をこのようにハサミで切っていきます。これは裏に回すためのものなんです。生画布を貼るための注意としまして、これはコーナーのところを先に止めておりますが、釘で。このちょ、まあ、失敗いたしました。何が40点や。この時の生画布に貼る時の注意としまして、縦糸と横糸の交差が極端に木枠張りにした時に、キャンバス張り機で貼った時に織りが乱れることのないように注意するのがポイントです。そしてこのように裏の方に回すために、小さいタックスで留めておく必要があります。全体をこの小さいタックスで留めておけば、側面の大きいタックスを貼る必要がない場合もあります。その場合は装飾的なキャンバスができると思うんですが、これは全体貼り終わった様子です。40点は私の針の採点ではなく、釘が飛んだターゲットの採点。それにしても下手。ほっといてください。これは今まで使いました針木と釘ですが、この針木は支点がずれていることもあって、しっかり画布を挟み込むことができます。これは頭の大きい釘のため画布に負担をかけません。このように麻画布は糸が出たり毛羽立ったりしまして、このような機械や手で節を取る地ごしらえをする必要があります。これから麻画布を貼るためのパネル作りをいたします。このように線引きをしましてから、その後カッターで切る。遅れましたが、この板はシナベニアで約3ミリの板を使っております。カッターは4、5回このようにやりますと板が薄いので簡単に切ることができます。このシナベニアの上に桟を貼り付けるわけです。その桟はいろんなお店で買うことができます。私はこのように電動を使って桟を作っておりますが、このようにすると厚さが任意に変えられます。そしてその3に線引きをいたしまして、厚さの3の厚さ分だけこのように4箇所線引きをしまして、これは3に毛書きをしてノコで切っているところです。そしてシナベニアの方に木工用ボンドを接着剤を塗りまして、これは今その木工用ボンドが少しはみ出ないように外側を取り除いたところです。このまま酸に水をつけまして、接着剤となじみが良くするためです。
別段このような算作りをせずに、普通画材店で売ってるパネルを利用なさいまして、裏面の方にシナベニアをつけることも一つの利用方法だと思いますが、あえて私は一からパネル作りを紹介しております。4つのこの算がつきました上に、これはビニール加工した紙を載せまして、この紙は直接この台座を載せますと、この台座に接着剤がひっつくのを防ぐためです。そしてこの台座の上に C クランプでこのように締め上げておきます。そしておよそ半日ほど置いておきますと接着が完了いたします。先ほどしました片面張りが乾いてから両面張りの作業にかかりまして、このように木工用ボンドを酸の上に乗せまして、その上にシナベニアを貼りますとパネルが出来上がります。このシナベニアも前の酸に水をつけたと同じように水をつけまして、浸透性を良くして木工用ボンドと馴染みよくひっつくことができます。その上に台座を置きまして、C クランプで締め上げればパネルが出来上がります。およそ半日ほど置いておきますと完全にひっつきます。説明書には30分ぐらいで乾くとありますが、それは仮に乾いたものであって、仕上げ、例えばカンナで再度仕上げるときには剥がれたりすることがありますので、やはり半日ほど置いた方が無難なことは確かです。これは半日経った仕上げたパネルです。そしてこのサイドをこのトリマーで削るわけですが、このトリマーを使う場合、このようなおおよそ厚さが3センチぐらいあった場合いいのですが、先ほど作ったパネルのように厚さが2センチの場合、このトリマーのガードが下に当たりまして、このように削らない。その点片面張りずつした場合、このようにトリマーで再度仕上げることができます。もし両面板の場合はこのようなカンナで再度仕上げていただければいいと思いますが、そして仕上げにサンドビッグでこのように表面を仕上げれば完成。あとこの木枠を利用したパネルというのがあるんですが、木枠を先ほど紹介した3代わりにするわけです。これはちょっとヘマしまして、私のビデオはこういうヘマばっかり映しております。本当はもっとうまいんですが、てなこと言って、これは両面テープの上にサンドペーパーを載せているわけです。このサンドペーパーは布製、サンドペーパーなのに布製っておかしいんですが、品番で100番ぐらいの粗いサンドペーパーを利用しまして、これは木枠の表面になるエッジのついた部分をこのように削っていくわけです。そう仕上げますとこのようにエッジ分が取れます。サンドペーパーの代わりにこのようなトリマーで削ることもできます。仕上げがこうなります。そしてこれをサンドビッグで仕上げます。仕上げまして、あと木工用ボンドを表面につけまして、そしてその上にシナベニアを貼るわけです。この場合その木枠は2枚用意いたしまして、シナの合板を間に挟むような形になるわけです。これは木枠に入っている酸なんですけど、この酸を裏返しますとちょうど高さが同じになりますので、つまりこのシナベニアにつける高さと同じようになりますので、これを2枚用意しまして、あとこの旗金で締めていくわけです。その時に直接木枠に締めますと傷がいきますので、いらない木、これはシナ合板の切れ端ですが、それを当てまして締めていきますといいんじゃないでしょうか。この2枚重ねる方法なんですが、画材店などで買えるラワン材のベニヤを貼ったパネルの裏面にシナ合板2枚を重ね、木工用ボンドで貼り合わせれば、この木枠を利用したパネルの貼り方と同じように貼れますので、まあその他いろいろとありますので、皆様考えてパネル作りに励んでください。この木枠を利用したパネルの作り方、もう最後の方になってきて、全部はたがねで締め上げますと、あとは乾燥を待って再度仕上げれば、先ほど紹介したトリマーで仕上げれば完成になります。これも木枠を利用したパネルの作り方です。ガッチャン、あっちゃー。これは
同じ木枠を利用したものでも 50S と大きいものですから、先ほどのものと少し張り方が違ってくるわけです。そしてシナーベニアの大きさがサブロック90×1m80 なものですから、50の S の一辺がどうしてもそのサブロックでは足りませんので、貼り合わせる必要があります。そのために今からその工程をお見せいたします。マスキングは今から塗ります、このゴム系接着剤がはみ出るのを防ぐ役割をしています。このシナ合板側と木枠側にゴム系接着剤を塗りまして、約20分後この接着剤が乾いてから貼り合わせます。このゴム系接着剤は今あるかどうか分かりませんが、以前封筒にこのゴム系接着剤が使われていました。貼る側と貼れる側に接着剤がついていて、糊がいらない封筒、あれです、あれと同じ原理の接着方法です。ゴム系接着剤が乾くその間に外側の木枠側に木工用ボンドを塗ります。ゴム系接着剤を使わないのはサイドの仕上げの際、トリマーで削るとトリマーの刃にゴムがつきやすいからです。そしてこの木枠側を全部塗り上がりまして、ちょうどその頃ゴム系接着剤が乾いておりますので、このように貼り合わせていきます。この場合私一人でやっておりますが、二人でやった方がいいんじゃないでしょうかね。私の腕は人より少し長い、およそ1m85、手長猿みたいな腕をしておりますが、してこのように当て木を当てて上から押さえまして、次のもう一面の貼り合わせる体勢を整います。これはもうすでにちょっと失敗しましたけど、このように貼り合わせていきます。その際継ぎ目が出ますが、その継ぎ目の処理は後で紹介します。もうとっくり日が暮れて、周りは暗くなりにけり、糸寂しいなりけり、パネル作り、志村屋パネル。これは先の小さい木枠張りと同じ方法ですが、画面が大きいので中の方には旗枯れの力が入ってきませんので、ロープ掛けする必要があります。旗枯れの締め方は先に大雑把に8箇所ほど取り付けてから、締め付けた旗枯れと旗枯れの間に取り付ければいいでしょう。全部旗金が締め終わりましてから、このようにロープ掛けするわけですが、このロープ掛けは表面だけではなく裏面まで回してください。そして全部ロープが掛け終わってから次の作業に入ります。全部貼り終わりましてから、次にこのロープとそのパネルの間に板を挟みましてプレスするわけです。このようにプレスして、そして大体一昼夜置いておきまして、一昼夜経ちまして朝になりました。今までロープ掛けしていたロープを取り払い、いやいや先に板を取り払いましてからロープを取るわけですが、先の図では立てておりました、あれはこのように寝かしておきますと板が反りますんで、立てないと反りが生じたまま乾燥する、あと戻らなくなりますので、2枚重ねの場合は立ててください。この箇所編集ミスで長くなりまして、解説する時間が余ってしまいました。なんでしたら私の歌でもお聞かせしましょうか。なんですって歌へ、あいにく歌う時間がなくなりました。いつかお会いした時、私の音痴の歌でよければご披露しましょう。これは継ぎ目の処理です。継ぎ目に木工用ボンドを詰めているところです。そしてその上パテを塗って継ぎ目の面を平滑にします。そのためにこのシナのキノコ菜をまず作ります。このシナのキノコ菜と水と混ぜまして、少しなじみやすくしてから木工用ボンドを混ぜます。この木工用ボンドの代わりにコルドパッド、でんぷんのりも利用できます。そしてこの接着剤とキノコ菜とよく混ざったものをパテ剤としてその継ぎ目の面に塗っていきます。言い忘れましたが、この時に使うヘラはこのようなプラスチック製のものを使い、
鉄ベラ等では木工用ボンドに入っている酢酸のため鉄が錆びますので、絶対金属製のヘラは使わないでください。そしてこれは1日経って完全に乾いたものです。そしてサンダーで磨きをかけて仕上げになります。この時にあまりサンダーに力を入れずに、軽く手を添える程度で磨くのがコツです。そしてサイドの仕上げはこのトリマーで仕上げます。ハニカム、つまり鉢の巣状になったもの、これを板の間に貼り合わせます。この作業は紙製のハニカムに樹脂加工してあるために接着剤が少しつきにくいことがありますので、表面をサンドビッグで傷をつけております。そしてこのニッパでカット、なぜか網製のフェンスを切ってどこか押し込むようで、やることが大げさですが、簡単にはカッターで切ることもできます。なおこのハニカムのことを通称ハムソーセージと言っております。貼り合わせる方のシナベニアにマスキングをしまして、この後ゴム系の接着剤を塗っていきます。このマスキングする理由は、そのサイドを仕上げるときに木工用ボンドで塗りますので、このゴム系の接着剤を塗りますと、その後塗ることができないため、このようにマスキングするわけです。これは使い古した歯ブラシを利用してゴム系接着剤を塗っております。均等に全部塗り終わりますと、その後マスキングテープを外していきます。そして貼り合わせるハニカムの方にもこのようにゴム系接着剤を塗りまして、約20分経ちましてから先ほどのシナベニアの方に貼り合わせるわけです。手袋をしておりますのは、このゴム系接着剤が手につきますとなかなか取れにくいこともありまして、この使い捨ての手袋を使っております。この今塗っている接着剤のことを通称バターチーズ、そしてこのシナベニアのことを食パン、天板のことを食板という、これはつまりサンドイッチ構造からなる言葉だと思うんですが、これは今マスキングテープを外しているところです。ちょうどこれは20分ほど経ったものですが、私この作業をするときイライラするのであります。実はこういうことがまあまあよくありまして、最後のマスキングがなかなか取れない、取れました。この食パンの上にハムソーセージを乗せまして、その上、手でこのように押さえつけます。それでは少し不十分なもんですから、もう少ししっかりしたもので押さえつければ、片面の方がひっつくわけです。これでまあ大体ついたと思います。そしてその後同じようにこのバターマヨネーズ塗りまして、その後食パンをのせれば、このハニカムのサンドイッチ構造のパネルは出来上がりになります。ただ注意するところは、食パンが沿っておりますと全部最後まで影響がありますので、こういう簡単な方法の場合はシナベニアが沿ってないものを選んでいただかないと、強度のあるハニカムでも沿ったままのパネルができるということになります。ただ工業的に作る場合は台座が必要となってきます。これはすでにハニカムではないんですけども、現在よく製図板に使ってあるコア材なのですが、中身の方はこの後のビデオで見ていただけると思いますが、これはサブロックの板をこの形に切りまして、その中のコア材をこのように木切れで押し入れております。そして木工用ボンドでこのようにつけまして、そこへ酸を入れるわけです。この時の酸はシナの6ミリのトモシンを使用しています。当て木を当てて線引きした線を合わせております。そしてその高さがなるまで傷していただきまして、次の箇所も同じようにやります。これは少し長すぎまして、これはぴったりですか。そしてこれを
これも接着剤をつけた後、はめ込むわけです。このような変形のパネルも、このゴア材を使いますと簡単に作ることができます。その後、このように型紙を当てて、サイズの仕上げはトリマーで仕上げれば、パネルの出来上がりになります。これはカットモデルですが、先ほど使ってましたコア材の断面です。これは数字の8の字になったコア材。次は銅板が食パンで、中のハニカムはアルミです。これは紙に樹脂加工したペーパーのハニカムの種類です。だんだん小さく種類になっていますが、これは先に紹介した8の字のコア材。これは今のコア材で作った板で、変形のパネルはこれを利用して作りました。アルミのハニカムは紙のハニカムに比べ強度には優れております。そのアルミのハニカムを使って、この薄い銅板を食パンとし、アルミ製のハニカムを間に挟んだ金属製のハニカム構造を次に紹介します。これがそのものです。なお、このバター、チーズはエポキシ系の接着剤を使っております。次に、このハニカム構造の強度実験に入ります。大げさな実験装置がないので、私の体重をかけております。私の体重は約70キロ近いのですが、先の両足で成功したものですから、次は片足に入りました。ものに体重がかかっております。どっかにぶら下がってる、いや、そういう呼吸なことはしておりません。そういうことは私の性格に合いませんから。二川水の作り方、これは川二川で、俗にうさぎ二川という名称で売っているものです。私の二川水を作る方法は、冷水の中へ二川を入れまして、すると冷水は室温より5度ほど低い温度に1時間ほどで戻ります。この戻りを利用して防潤する方法です。一昼夜置かずに数時間で次のように湯煎すると二化水が作れます。湯煎の温度は約このテロップの通り50度 C 内外です。これは二化水を利用して麻ガフをパネルに貼る方法です。このようにバットの中に二化水を入れ、そのガフを綿棒に巻きつけて余分な二化水を取ります。この時の二化水は10%、100cc の水に対して 10g のニカを使っております。そして、この麻ガフをパネル上に置きまして、その後この三角定規で余分なニカを取ります。この時室温が低いものですから、このようにゲル状になっております。して引っ張り、あっちゃー。そしてこのように裏に回します。その時に十分このように三角定規で麻ガフを引っ張りながら貼り付けていきます。これは二等辺三角形を利用しておりまして、これを使う理由は、この時のコーナーを切る時に便利なものですから、二等辺三角形を使っております。この貼り方はテンションといいまして、縦糸の方がテンションかかっておりますので、縦糸方向を先に貼るというのが一つのポイントです。この場合少し見えたと思うんですが、耳が見えたと思いますが、あれが縦方向です。そしてこのようにハサミでコーナーを処理します。カッターで、次に回す部分を切りまして、あとは三角定規を使って貼り合わせるだけです。これは貼り合わせを良くするために二化水をハケで塗っております。今塗りました。そして貼り合わせとか塗れますと、その部分を全部裏に回しておきます。その際、表面を完全に三角定規なので裏の方に追いやってやりませんと、表面の一部が浮き上がったりしますので、このように完全に三角定規、もしくはヘラで側面まで追いやってやります。そして裏面に移りまして、その合わさったところはこのようにカッターで切ります。三角定規を使って切っていきます。
あと裏面の処理ですが、このように定規を使って同じ幅の部分だけ定規を合わせてカットしていきます。このように定規を当てますと同じ幅のものが切れるわけです。その後このような濡れ雑巾で二皮等を拭いておきます。これは麻ガフを貼る前にほつれた糸等をハサミで切り取っております。そうしないとこの板がパネルとこの麻ガフの間に入り込んだりするのです。これは先に紹介したパネルに麻ガフを貼る工程と同じですが、この後に貼る支持面は4ミリのシナ合板の縁を斜めに切り落としたものに貼る方法です。先ほどのものより少し簡単だと思います。これは綿棒に麻ガフを回し、余分な二皮水を取る、先ほどと同じ工程です。この先から少し違っております。これは先ほど紹介したシナ合板です。このように表面と裏面を濡れ雑巾で拭いておきます。これは裏面に当たりますが、そして表面も裏面も前もって先に二価水を塗っておきます。その上に先ほどの麻ガフを貼り付けるわけです。そして三角定規やヘラを用いまして、真ん中から外へこのように追い出すように二価水、この場合ゲル化しておりますが、二価水を外へ追い出していきます。この場合先ほど少し耳が見えましたが、これが縦方向に当たります。縦方向はテンションがかかっておりますので、必ず貼る場合は縦方向から先に貼ってください。そしてこれは二価水をつけまして、ひっつきやすくするためです。で、今少し、テンションがかかったものを引っ張っております。で、これは今手で引っ張っておりますが、そして裏面から三角定規などでこのように表から裏を回すようにして引っ張り、それが終わってからこの二等辺三角形を使って45度、これをカットいたします。カットしますのが全部で4箇所になります。そしてその後、さっきと同じような方法で表から裏に麻ガフを回していきます。これは先ほどと同じように二価水をつけ、貼りやすくするためです。そしてこれを裏から表に回し、先ほどと同じように三角定規でこのように引っ張りながら貼っておきます。こちらの面も同じです。このカットは少し長いので私の解説がちょっと持て余し気味ですが、そしてこれをやってからやはり二等辺三角形の45度を利用してこのようにカットで切りまして、そうしますとコーナーの処理がきれいにできます。そして周りの余分な二皮のついた麻ガフをこのようにカットしておきます。これは4箇所、このように、これが最後だと思います。最後ですね。そして剥がれないためにこれから二価水をこのように塗っておきます。そうしますと完全に定着することができます。これは裏に釘を当てまして、反り等を防ぐものと、それからこの厚みのために、次にお見せします、このような額に入れることができます。これはパネルのサイズ35、そのために先ほどのように麻ガフをバットにつけることができませんので、方法の違った貼り方を披露します。これは先にパネルに前もって二価水を塗っているところです。この二価水は10%の二価水、そしてこの上に貼る麻ガフを乗せまして、その次に真ん中からこのように手、真ん中から外へ手でこのように仮にしつけておきます。先ほどの二皮が濡れていますので、このようなことができます。そして二皮水3%、
1リッターでしたら約 30g の二価は、その二価水をこのように塗っておきます。そうしますと水張りではないんですが、もしこの 3% の二価の代わりに 10% をしますと、この時の外気の気温が5度近いのですぐに二価は凍りまして、その朝ガフに染み込まない、そういうこともあり、二価水をできるだけ薄くしているわけです。そして、まだ不安の場合はこの 3% の二価水の上に 10% の二価水を塗れば完全に、ひっつけることができます。私は今まで、浮いた状態があまりないものですから、この 3% の二価で貼っております。これは 3% の二価水で朝ガフを濡らしているところです。そして次に二価水 10% のもので裏面の方を貼り合わすわけです。今このビデオをご覧になっている皆さんの中では、多分バットの中に二価水を入れて、その中にこの30号の朝ガフを折って、二価水をの中に入れれば、いっぺんに貼れるじゃないかと、さっきのやったやり方ですね、思われてる方もいらっしゃいますが、朝の短所としまして、一度朝の繊維を折りますと元へ戻らない、アイロンをかけても戻らないということがありますので、私としてはそういう折って入れることはまずしないんです。そしてこれは先ほど言いました裏面の処理で、10% の二価水をこのように貼り付けていきます。 10% の二価水でガフを貼り付けておきます。そして、このように余分の二価水を出しまして、コーナーをこのようにカットしまして、これは先ほど紹介した通りですが、ちょっと拡大図になって、分かりやすいと思いますが、そしてハサミで切りまして、この時はカッターを使わず全部ハサミを利用しております。そして、その裏面の方にこのように、濃い二価水を塗りまして、この朝ガフを貼るわけです。これで大体大きい朝ガフの貼り方お分かりになったと思いますが、お分かりにならない方は、手を挙げてください。分かりました。そういう場合は次の方法がありますので、それを参考にしてください。これは雨どい湯を利用した方法なんですが、先に申し上げたバットを利用する場合は朝ガフを折らなくてはいけませんが、雨どい湯を利用しますとこの中に二価水を入れまして、その後このような水道管に穴を開けましたものを朝ガフに巻きつけまして、このように巻きつけまして、少ない二価水で、朝ガフに二価水を浸透させるという方法です。この場合始終回転させながら浸透をよくしなければいけませんが、これは画面が小さいわけですが、裏回しじゃなくて表だけ貼る方法です。これは最も簡単な方法ですので誰でもできます。そしてこのようにヘラで真ん中から外へ追い出してやります。そしてコーナーをカッターで切るわけです。ちょっと私の解説の方が早いわけですが、このように定規を当てましてカッターで切ります。このガフは極細なので、およそ半日で乾くことができます。最も簡単な貼り方ですので、最初この方法から始められた方がいいかもしれません。これで完成いたしました。これはオーバル型の板に朝ガフを貼ったものなんですが、これから和紙の貼り方をお伝えいたします。これは普通のシナベニヤから作ったパネルの上に二価水を引いております。そしてこの上に岩皮紙を貼るわけです。これは現在濡れております。
そしてその濡れた上にこの岩皮紙を乗せますが、完全に先ほど塗ったにかわが乾いてからでも貼ることはできます。この貼り方はちょっと慣れませんと貼りにくいので、最初される時はこのにかわが乾いてからこのように岩皮紙を置いた方がいいかもしれません。そしてこのように貼りますと、その上から3%の二価水をこのようにハケで塗っておきます。これは先ほど大きいパネルに朝ガフを貼った方法と一緒なのですが、その後この二価水を追い出すのに関して、先ほど同じような三角定規でとかヘラを使いますと、この紙が破れますので、このようなゴムベラを使いますと、この紙に損傷を与えず、また中の二価水も追い出すことができます。そしてこの周りをこのように処理しまして、おおよそ半日置きますとこのように乾きます。そしてこの後地塗りするわけです。これはパネルに朝ガフを貼ったもので、カットモデルですが、これも10%の、先ほどと同じように10%の二価水をこのように塗りまして、その上に岩皮紙を貼り、3%の二価水でこのように、ハケで二価水を塗って、そして先ほどと同じようにゴムベラで余分な二価水を追い出してやります。私はこの基底剤、朝ガフの上に和紙を貼ったものの仕上げとして、動作引き、もしくは白亜地の薄いものを塗っております。これはサイドにはみ出した和紙をこのような濡れ雑巾で、処理しておるところです。そしてこれが乾きますとこのような字になります。マイニカは基底剤を作る上で重要なものです。これはゲル化したニカ水をハケで塗った後、鉄ベラを使ったマイニカの方法です。これもマイニカは10%のニカ水を使っております。このようにゲル化したニカをハケでガフの上に乗り、その後この鉄ベラで仕上げます。ゲル化したニカ水は表面だけに乗り、表面までニカ水が届かないので柔軟な地を作ることができます。またピンフォールができにくく、麻の繊維を寝かし、表面の仕上げがきれいになります。マイニカの役割は、一つには油彩絵の具で描いた場合、12層を通過した油がこの二価層で止まり、朝ガフを酸化させてガフを傷めるということがありません。これは裏まで二価が回ってないことを表しております。これは塩ビ製のヘラですが、この塩ビ製のヘラは表面にバリが残っていますので、このように定規を当ててカッターで切りませんと、バリが残ったままヘラを使いますとラインがつきます。これはパネルの上に朝ガフを貼ったものに二価水を塗っていますが、このパネルに貼ったものもこのように前二価をしなくてはいけません。これは10%の二価水ですが、そして先ほどの塩ビのヘラでこのように余分な二価を取って仕上げます。ただあんまりこれはやりすぎると二価を全部取ってしまいますので、ほどほどにしてください。これは船岡キャンバスが行っている前二革の方法で、バットとヘラが兼用になったもので朝ガフの上に引いております。これは遠くから撮った写真です。乾燥した後残った節を専用の包丁で取っています。この字は私が15年前に初めて行った非硝質石膏、俗にアモルファス石膏を利用した水性字ですが、マイニカワが PVA、つまりポリビニールアルコールだったので、水性字の字が合わず、マイニカワの層からこのようにめくり上がりました。ですから自分で基底剤を作る場合、地塗り剤に入れるニカワと同質、もしくはそれに近いニカワの方がマイニカワとしては合っています。ポリビニールアルコール、その他の合成ニカワ等に興味のある方は、この文献を読まれてはいかがでしょうか。これから地塗りについてお話しします。先に地塗りする前にこのように地塗り剤をふるいにかけておきますと、溶剤等を混ぜやすくなります。これは水彩地でテロップ通りの割合です。二価水と混ぜ合わします。これは全部溶石比です。
二価水は約8%の割合のものを使っております。そして、これは前に壊したガフに地塗りしているところです。これは先ほど作った水性地を半永久地にする方法で、先ほどの水性地を冷水につけて、凍らしているところです。そして凍らしたところにボイルドオイルを少しずつ入れまして、半永久地にしています。この時ボイルドオイルは一度に入れずに、少しずつ5、6回に分けて入れてください。全体の量からおよそ30%ほどまでボイルドオイルは入れることができます。そしてこのボイルドオイルが全部入りましてから、この冷水から出しまして、お湯の中にこのようにつけますと、この凍ったゲル化したニカワがだんだん液状に戻っておきます。あまり高温で湯煎なさいますと油が浮いてくる場合があります。そしてこの字を前に交わしたガフに塗れば、半永久地の字を塗ることができます。これはエマルジョングラントといって、先ほどしました半永久地でありますが、この方が固着力が強いので、私としては半永久地はこちらの方をおすすめします。このように黄みを割ってその殻を取ります。これは両面テープを使って、ボールを動かないようにしています。いいアイデアでしょう。そしてこの黄みの中にリンシードオイル60%、スタンドオイル40%の混ざったもの、30cc から 70cc 少しずつ、このように泡立て器で混ぜていきますと、マヨネーズ状になっていきます。一度に油を入れますと、このようなエマルジョン化しませんので、その場合は失敗したと思って捨てていただくしか方法はございません。そしてこの中に二価水およそ 250cc、250cc を少しずつ入れていきます。一度に入れても障害はないですが、真箱になりますんで、少しずつこのように入れた方がいいと思います。そろそろ何かこれを見ていると料理番組を見ているような感じですが、この二価水はおよそ8%、100cc に対して8グラムの二価を使っております。そしてこの二価水 250cc を全部入れまして、その後このミキサーの中に先ほど混ぜ合わしましたものを入れます。このミキサーは30年前祖母が使っていたものを私使っております。そしてこの中に地塗り剤を少しずつ入れておきます。地塗り剤はこのテロップ通りです。もしそうやな地塗り、例えば厚手の地塗りをする場合は、このアモルファス石膏の方がリトポンよりいいと思います。その厚手の地塗りをしまして研磨した模様は、この後研磨のところでご覧いただけると思いますので、注目していてください。そしてこの地塗り剤が全部入りますと、次に地塗りにかかるわけであります。およそこれ混ぜ合わすの30分ほどミキサーを回しております。次はこのエマルジョングランドを前に交わしたガフに塗るわけです。このように塗っております。このように1回目の地塗りが終わりまして、表面が乾いてから次は交差して2回目の地塗り、それがまた乾きまして、3回目の地塗りとして、それで3回目の地塗りで大体仕上げることができます。もし濃い場合は水を加えることができます。少し。これは船岡キャンバスでエマルジョンを作る際使う攪拌機です。市販のキャンバスを裏返しまして、それに二皮引きしまして、今のエマルジョングランドを塗ることもできます。市販のキャンバスの上に表面活性剤を塗って水性地にすることもできます。これは表面活性するための牛タンですが、ここではキャンバスには使わず、このアンモニア水を使います。これも一種のアンモニア水ですが、冗談好きのドイツ人が勧めてくれました。右側が市販のキャンバスのまま、左側がアンモニア水で処理したものです。
これはアンモニア水を塗っているところです。これは筆についてアンモニア水を集めたもの、処理済みの市販の画布にエマルジョングランドを塗ったものです。これは木工用ボンドとチタニウムホワイトの顔料を混ぜて作った簡単な地塗り方法です。先に木工用ボンドをこのように少量の水で練ります。そしてその混ざった木工用ボンドとチタニウムホワイトを混ぜるわけですが、このように乳鉢の中に先にチタニウムホワイトを入れまして、そして少量の水で練り合わせます。ですから先の木工用ボンドに入れる水の量は控えめにしてください。この後テロップでその処方箋の割合が出ますが、このようにチタニウムホワイトをよく練ります。時間にして 2,3 分で練り合わすことができますが、そして先ほどの木工用ボンドと少量の水で混ぜたものをここへ入れます。そしてこのように練り棒で練ります。これを次の指示面はこの場合ハードボードを使っております。処方箋のテロップが出ましたが、ボンド1、水1とありますが、この時に水は 0.5 にしまして、残りの 0.5 でチタニウムホワイトの顔料を練っておきますと混ぜやすいです。そしてこの地塗り剤をハードボードに塗るわけですが、このハードボードに直接塗る前にまずサンダーでこのように表面を仕上げなくてはいけません。そのままですとこのハードボードの表面が傷がいっていましたり、また油性分がついていることが多いので、このように仕上げてからこの地塗り剤を塗っていきます。このハードボードの上には前に顔はせずに直接この地塗り剤を塗ることができます。この場合ハードボードを使っていますが、最初の指示面に紹介しました、例えばチップスボードとか、合成繊維のビニロンに塗ることもできます。この1回目の地塗りが乾きまして交差しまして、次の2回目の地塗りを塗ります。これは乾いた1回目の地塗りの上に2回目の地塗りをしているところです。一つ付け加えることがあります。それは先にチップスボードも使えると言いましたが、チップスボードの場合酢酸を加水分解するため、そのチップスボードの中に入っている木を損傷を招くことがありますので、私はハードボードの方がいいと思います。今から有色地塗りの方法、これはカプットモータムといい、この顔料を利用して地塗りしていきます。このカプットモータムの代わりにイングリッシュレッドやライトレッドが使えます。この顔料の中に少量の水を加えまして、少し浸透性を良くし練り棒で練っておきます。そして練り終わりまして、その中に 10% の二価水を混ぜ、それを前に乾した画布の上に塗ります。今入れましたのが 10% の二価水です。これをよく練ります。だいたいこの乳鉢で 30cc の地塗り剤が作れますが、この一面でおおよそサムホール1枚は塗れます。2回地塗りして1枚塗れます。このプラスチックの容器はコードが入っていました容器を代用しております。そして前に乾した画布にこの有色地塗りを施します。比較的色が濃いものですから、白の地塗りをするより楽に塗れます。このように1回地塗りして乾いてからもう一度地塗りします。ただこの場合二価水の割合が濃いと表面が光りますので、二価のパーセンテージは 8% から 10%、 これが乾いた有色地塗りです。これはワインブラックで、黒の地塗りも有色地塗りとして使っております。これは顔料の見本帳を拡大したものですが、ちょっとビデオで色は表現しにくいですが、これは先ほど使いましたカプットモータムの見本です。通称ピカソグレーと言っていますが、このグレーの
夕食時を今から作ります。顔料でもいいわけですが、私の場合水彩の具を使っています。このテロップ通り、これは溶石碑ですが、例えばパレットの上に3センチ、2センチ、1センチと出せばやりやすいのではないでしょうか。そしてこれはエマルジョングラントの中にこの水彩絵の具を入れまして、グレーを作って、前に貸した画布の上にこのように地塗りしております。このグレー地は、例えばエマルジョングランドとか水性地でも石膏地とかそういう粗野な顔料が入ってないものの方が、この水彩絵の具を入れてグレーにするには合ってると思います。これで1回目が仕上がりまして、これが乾燥した後もう1回交差して2回目を塗れば仕上がりになります。これはパネルの上にニカワで朝画布を貼り付け、その後前にかわしたものに今地塗りしております。このグレージは水彩絵の具の割合を多くしたり少なくすることによって、グレーの色を濃くしたり薄くしたりすることができます。もうこのビデオもだいぶ終わりの方に近づきまして、皆様このビデオはいかがでございましたでしょうか。私の持論は、不親切さが作る親切、小さな親切、大きなお世話、その逆説と申しましょうか、どこか少し分かりにくい点があればその点を考えるということでしょうか。何よりも実際に手を染めていただけるということによって、本当に自分のものになるということだと思うのですが、マックス・ゼルナーの技法書の中で、第1番の序文の中にも、今申した私の言葉、彼と私は月とすっぽんでございますが、それに近いことが表現してあります。詳しくはドイツ語版、もしくは米語版、もしくはスペイン語版、もしくは日本語版の絵画技術体系を読んでいただければ、その内容はわかると思います。かといって私は決して出版社の回し者ではございませんので、その点を付け加えさせていただいておきます。これでグレーのエマルジョングランドの地塗りも終わりまして、あとは乾燥のみになりました。このボローニャ石膏を使った地塗りは、ギルディングの字にふさわしいもので、金箔を押した後刻印を押すものには最適のものです。このボローニャ石膏、先ほど出ましたテロップ通り、今8%の二価水を入れております。そしてこれが混ぜ合わせたもの、この指示面は先にシナーのパネルに顔皮紙を貼ったものです。と申しますのは、この紙を貼ったことによって、木の細かいクラッキングを防ぐことができますので、私は朝画布を貼らない場合、このような顔皮紙を貼った上に、ボローニャ石膏の地をしております。そしてこの地塗りをおよそ5、6回塗りまして、その後研磨にかかるわけです。現在この地はハケを使って塗っておりますが、ヘラでもいいわけです。この後今のボローニャ石膏の地を研磨にかかります。これは鉄板で、このように耐水ペーパーの100番でこのように表面にエッジをつけるわけです。そしてこれは端のコーナーのところ、ドレメルで、電動のドリルでこのようにグラインダーで丸く仕上げまして、傷をつけるのを防ぐわけです。そして仕上げに耐水ペーパーの600番で、表面を仕上げます。100番のままでもいいんですが、少しざらついており傷がつきやすくなりますので、表面に、そしてこのように、そのバリを利用しまして、このテロップのように削るわけです。このボローニャ石膏は粗野ですので、この鉄板で削れますが、次に出てくるエマルジョングランドの字はこれでやりますと、表面が黒く色がつきますので、このように耐水ペーパーで磨く方法を
をおすすめいたします。この耐水ペーパーは約600番の耐水ペーパーで、このエマージョングランドの溶剤が一応2側になっておりますので、水で磨きますとこの溶剤が溶ける。そのため、ベンジンで磨きですから、水性時はベンジンで磨き、油性時は水で磨くと。ただいまこの耐水ペーパーは600番ですが、仕上げとしまして800番で仕上げますと、表面がこれ以上にきれいに上がりますので、番号の大きい方を仕上げに使われるといいと思います。この後油性時のものはまた紹介いたしますので、その時ご覧ください。これは通称アイロン台で、アイロン台の形をしていますエマルジョングランドの字、おおよそ30回塗ったものを耐水ペーパーベンジンをつけて磨き上げたものです。今から油性地の地塗りに入りますが、先に市販の樹脂油彩絵の具、この絵の具は顔料だけで練ってある絵の具ですので、銅板への地塗りはぴったりです。先にこの樹脂油彩絵の具のクリムニッツホワイトを油抜きする必要があります。新聞紙の上に直接絵の具を置きますと、新聞紙の繊維やインクがこの絵の具に入りますので、その新聞紙の上に半紙を置きまして、半紙に油を吸わせ、またその半紙から余分なオイルは新聞紙が吸うという方法なんですが、そしてこの油抜きした樹脂油彩絵の具を大理石の上に乗せて、リンシードとスタンドオイル、このテロップ通りのパーセンテージ、少量、できるだけ少量のオイルで次のマーラーで練っていくわけです。銅版画は多くは宗教画が多いのですが、日本でもこの銅版画の絵は残っております。それはヤコブには1597年制作の救世主像、その絵は東京大学附属図書館に収められております。マーラーで5、6分練りますとこのようになりますので、これをヘラで集めまして、これを次の右端に出ております、この名称はステンシルブリストルブラッシュと言います。これで、叩きつけるように銅板に地塗りしておきます。この1回目の地塗りが終わりまして、約2週間ほど乾燥期間がありまして、その乾燥した後もう一度これと同じ作業を繰り返します。そしてこの作業をおおよそ6回ほど繰り返しましてから、耐水ペーパー、水で耐水ペーパーを磨き上げますとこのようになります。これは1回目の地塗りから6回目の地塗りを段階的に作ったものなんですが、これが仕上げの6、7回した字です。これは耐水ペーパーで磨いたものです。この油性地はセルーズ仕上げで、塩白を使っております。このシルバーホワイトに、テレピンを混ぜまして、浸透性を良くしております。このテレピンはどちらかと言いますとアルファピネントとかそういう蒸発率の高いヤニ分の少ないテレピンを使います。そしてその中に、今テロップに出ました通りリンシードとスタンドオイル6対4の割合のものをできるだけ少なく入れます。そしてこのマーラーで練っていくわけです。先にテレピンを紹介しましたが、ビークルオイルといいまして、テレピンが40、そしてリンシードとかスタンドオイル、それが 60% のものをビークルオイルといいまして、このただビークルオイルは何もテレピンとかリンシードに限ったものではないんですけども、この練りは2時間続けました。これはメーカーの使っている練り機で、そして練ったこの地塗り剤をハケで塗って仕上げますが、ただ注意点といえば、この練り機に使うオイルはできるだけ新しいもので、あまり油分を多くしないと、できるだけ少量の油で練るということがポイントです。そしてこの地塗り、1回目の地塗りがしまして、2週間ほど置いてもう一度2回目の仕上げの地塗りに入ります。これは船岡キャンバスの地塗り風景の写真です。
今までいろいろな種類の基底剤を紹介しましたが、基底剤の上に乗る絵の具はテンペラ、油彩、水彩、その他の絵の具が乗りますが、この見本帳のように油彩と水彩とでは同じ顔料から作られている色でも受ける感じは違っています。ですから基底剤によっても絵の具によっても表現方法は変わってくることを認識していただけると存じます。最後に今まで使いました私の基底剤の処方箋をこのようにタイプに打ちまして、そしてこのラベルを基底剤の裏に貼っていきます。これも私ニカワでこのラベルを貼ります。先にニカワをこのようにつけまして、その上にラベルを置いて、その上にまたこのようにハケでニカワ水をつけ、そしてこのゴムベラで余分なニカワを取ります。その後なかなか出てきませんが、その後この濡れ雑巾でこの端に出たニカワ水を取り、そしておおよそ3時間から4時間しますとこのように乾きます。そこへ日付印と割り印、そして私の名前の印、その後署名をしまして、この基底剤作りは終わりになります。長時間ご覧いただきありがとうございました。ではこれで失礼させていただきます。さようなら。